それによって紙ではちょっと使えないけれども加工品として使いたいなってお客様のニーズに合ったということでそういう商品が作られ始めました。黒谷和紙はですね、800年前から紙すきが始まった、紙すき村として、ずっと、紙すきをしながら栄えてきました。大きな紙から小さな紙、難しい紙、いろんな紙の、お客様のご要望に応えながら、紙を作りながら販売しています。800年前ですね、平家の落ち武者が戦に敗れて逃げ隠れてきました。でその時にやっぱり生活していかなきゃいけないので何をしようかって考えた時に、村を見ると川がある、原料の鉱土がある、では紙を作ってそれを売って生活していこうということで始まったというふうに言われています。黒谷和紙はですねすごく強いというふうに言われてます。その理由といたしまして、鉱土の持つ力をそのまま生かしたいがために鉱土の材料を作るときにすごく強い薬品を使わずに、手間はかかりますけれども、手で一個一個ゴミを取っていったりとか、優しい薬品を使って材料を作るというようなところにこだわっています。それをすることによって原料、鉱土の繊維そのものの強さが生きてきます。そして2つ目ですが、紙をすく時間が他の産地よりは少し長いというふうに聞いてます。長く紙をすくことによって、繊維がより複雑に絡まり結果的に強い紙ができるというふうに、思っております。紙って昔はすごく生活に必要な紙で、すき屋さんもすごくたくさん作ってたんですけれども、生活様式が変わるにつれて紙の需要というのがだんだん少なくなってきました。でも、黒谷の倉庫には売り先の定まらない紙がどんどん溜まってきて、で当時の代表者がこれはどうしよう、このままでは紙は売れないということで何とか売る方法を考えました。でその時に思いついたのが、ただの紙として売るのではなくって、それに染めをしたり型染めをしたりということで、ちょっとこう彩りを添えて、で名刺入れとかお客様の手に使いやすい加工品という形に作って、それを販売しようということで始まって、それによって紙ではちょっと使えないけれども加工品として使いたいなってお客様のニーズに合ったということでそういう商品が作られ始めました。和紙っていうのはですね、本当に日本人の生活の中になくてはならないものでした。でも現在の生活の中でいうと、洋紙は身の回りにたくさんありますけども、和紙っていうのは全くなかなか触れる機会ってないかと思います。そういったお客様に日本人の昔の生活を支えてきた和紙、こんなすごいもんだなっていうところをこう触っていただいて再発見していただけるような商品をご提供できたらなと思います。